皆さんおはようございます。元チャンネル元産経新聞社会部記者の三枝元太郎です。今日今ちょうど文化人放送局の、収録から帰ってきてちょっと一息ついた後に今これを収録しています。もうね、番組でもほとんど、この二階派と安倍派の家宅捜索について、出だしはずっとそんな話でした。このね、僕はずっとこれで終わるんであれば、政治資金規正法違反で終わるんであれば、これは検察の、まあ、陰謀もしくは、職権乱用に近いというような趣旨のことを言ってきました。 どうして選挙前のこの時期に、まあ、この程度のですね、違反で強制捜査に踏み切ったのか。しかも安倍派を中心にですね、今もうすぐ台湾の総統選挙が1月にあります。中国がですね、非常に工作活動を、熱心に今台湾でやっていると言われます。日本の政界にもそれが、非常に、救ってるんですね。ところが日本の場合はですね、オーストラリアなんかではこれができないんです。パーティーには外国人は入れません。同様のですね、法律を、アメリカなんかも中に入ってこられないようにしてるんですが、日本では、先日、三木慎一郎さんという方が、ツイッターで上げられていましたけれども、中国人とおぼしきですね、人たちがたくさん宏池会のパーティーに入ってるという映像が流れてました。僕はちょっと実は宏池会のパーティーって行ったことがなくてですね、確認が取れなかったのでツイッターにも上げていませんけれども、今日は夕刊フジでですね、そのことが取り上げられていました。後でご説明します。でですね、非常にですね、左派メディアや共産党や立憲民主党を中心にですね、まあ大げさに令和のリクルート事件だとかですね、リクルート事件をもうしのぐ、ひどい事件だというような言い方がされていますが、これはですね、罪の重さ、それからお金の趣旨から言ってもですね、全然比較になりません。これはもう本当に僕の記者人生といいますか、その事件取材が僕は長かったので、それに鑑みてもですね、これはちょっとね、まあ大げさに過ぎますね、はっきり言って。で、例えばね、それはね、朝日も読売もね、そうやって書いてあるんですよ。朝日新聞、こういう今日のね、社会面で金の源泉連綿とっていうこの、受け記事、いわゆる一面ので、捜索の、記事が出ています。こういう感じで捜索の記事の受けなんですよね。こういうふうに書いてあるんです。地元の夏祭りを月に100カ所ほど回る際には会費2000円のところを1万円ずつ置いていく。自腹じゃ限界があるので表にできない金を使うという。今回の問題は議員も派閥も軽く考えていた。元ベテラン秘書はそう語る。官流について派閥はたくさん売ってくれたからご苦労さんと気軽に返していた。議員サイドも軽い認識で政治資金収入とは見ていなかったと指摘。そのツケが回った今回の展開を意外な盲点だったと今になって思うと表現した。つまりね、いわゆる左派紙である朝日新聞でさえこういう感じの書き方なんですよ。実際ね、まあこの持ち代というか、その会費2000円のところ1万円置いていく地元の夏祭りっていうのは、これはちょっと、別の公職選挙法の問題が出かねないなとは思いますけれども、その後ろね、まあパーティー券収入についてたくさん売ってくれたからご苦労さんで、ここがね、僕は立憲のネックになると思うんですよ。派閥としてはたくさん売ってくれたねと。これはね、政党助成金だっていう人いますけど、政党助成金関係ないですから、その企業団体のまあ色がついていたとしてもね、そのパーティー券を、議員が売ってですね、1枚2万円のやつをバーッと売って、でその売った上がりのその超えたノルマを超えた分をキックバックしてもらうわけだから、まあたくさん売ってくれたからご苦労さんと気軽に返していたっていう、この実態はおそらくそうなんだろうなと思いますよ。でそれでまあ、今回まあたくさん売ったからご褒美だなみたいなやって、こう習い証にしてこう中に入れちゃってたということになるとですね、特定の議員が額が高いから違反だと言って簡単に摘発できない事情っていうのがこれはあるはずなんですよ。で今までのまあ番組でも言いましたけれども、日清連事件の1億円という基準があります。あの事件は
1億円。ただし、日誌連の事件はね、極めてね、賄賂に近い1億円だったんですよ。日誌連という団体、歯医者さんの団体の、まあ、会長さんが、当時橋本龍太郎さん、野中博夢さん、村岡兼三さん、青木幹雄さんかな、4人ぐらいがいるところで1億円出したんですよね。で、まあ選挙に使ってくださいって言ったんだけれども、まあ普通に考えたらね、これ賄賂じゃないって思うかもしれませんけれども、賄賂には職務権限と請託がないと賄賂は成立しませんから、まあ知見は本当はそれでやりたかったんだろうけど、どう切り取っても無理だったから政治資金規正法違反でやったんです。それが1億円で、今回は安倍派が5億円、清和政策権が5億円、二階派が1億円と言われてます。で、だから二階派は1億円クリアしてるだろうっていう考えだと、おそらく東京地検特捜部は考えてるんだと思いますけど、仮にそうだとしても、さっきの限りなく賄賂に近い政治資金1億円っていうのと、まあたくさん売ったから、おじゃあまあこれそっちの事務所でなんか使途は自由に使っていいよってやったやつをですね、ちょっと一緒にするのはちょっと違うんじゃないのかなと僕は思うんですね。それで読売新聞もですね、まあこんな記事を書いてますよ。読売がもうなんか、ああそうだよねって感じなんですけどね。まあ一つはね、安倍派では還流分を収支報告書に記載せず裏金化する手法が慣習化した。森喜朗元首相が会長を務めた2000年代初頭にはこうした仕組みが固まっていたと明かす議員らもいると。つまり森喜朗さんが始めたんじゃないかというようなことをこれ匂わせてるわけですね。で、こういうふうに言ってます。大臣になればノルマが500万円など高額になって達成が難しくなる。将来のノルマ達成に使える軍資金として超過分を事務所にプールしていると、こういう記事を読売新聞が出してる。これを言ったのは、これは当選3回のドーハ所属議員の秘書はこう明かすですから、秘書さんが言ってる。だからまあそれをね、ノルマがきつくなった時のために当ててましたって言ったやつをまたこれを立件するっていうのは、なかなかこれも難しいですね。だからそれをね、そんな捜査をね、台湾総統選挙の直前の今にね、なんで地検やったのかなっていうのがね、本当に不思議なんですよね。ね、でしかもメディアでそれ言ってるところほとんどがないんでね、まあ本当にね、いや別に選挙終わった中でこれぐらいだったらいいんじゃないのと、選挙終わった後でもと僕は思うんですよ。だからこの間ね、多分佐賀令和とか共産党とかを支持してる方が作ったんだと思いますけど、あの X にね、こういう理想の内閣みたいなことを言って、田村智子さんが総理大臣なんですよ。官房長官山本太郎って書いてありましたよ。いやもうそんなのあったら地獄内閣だろうって山形月出さんおっしゃってましたけど、いや本当そうですよ。もうだってね、トップ共産党、官房長官令和新選組、ってあとなんかが防衛大臣が小西洋之さんになってたかな。いやそれ防衛っていうか、それ自衛隊解体に向かうだろうそれはっていうね。でも本当にね、まあ冗談半分で作ってるあれですから本当になるとは僕も思いませんし、毎日新聞は立憲民主党の支持率がぐんと上がったって言ってますけど、それ以外の、あの世論調査ではそういうふうには出てないんですよ。支持政党なしにいっちゃってるんです。だから必ずしも受け皿になってないんですが、まあ政治が不安定化してね、しかも受け皿になるべき政党が今ない状態なわけですよ。でこんなにね混乱させてしまってね、いやなんか特捜部何か得るもんあるのかなと。だから僕はこの後ろに大きな贈収賄事件とか何か疑獄がなかったら、これは一体検察何やってんだって話になりますよねっていう話で、まあメディアはね、それはね検察の悪口書かないですよ。だけどね、メディアだって今ね、僕があの先日、言った、動画にね、なんかお前間違ってるみたいにこう書いてある方が何人かいらっしゃいましたけど、検察だってね、この間大阪地検特捜部は証拠捏造だってやりましたしね。でこの間も説明しましたけど、あの自分たちの権力闘争のためにね、新聞記者逮捕しちゃったって、自殺に追い込んじゃったってことも実際にありますから、それはね絶対の正義っていうのはないんですよ。そんなに単純なもんじゃないんでね。で僕は本当にこれ今回なんでこの時期に安倍派を
あのまとめてやったのかなっていうのは本当に僕は不思議でなりませんと言ってる時にですね、夕刊フジがこういう記事を出しました。これはね、僕はあの今のパーティー券問題よりもこちらの方が僕は実は問題だと思っていて、ちょっと読みますね。まあ長い記事だからちょっと端折って読みます。自民党派閥の政治資金パーティー券疑惑で東京地検特捜部は政治資金規正法違反不記載虚偽記載の疑いで安倍派清和政策研究会と二階派市水会の事務所を家宅捜索した。裏金問題の全容解明とともに焦点となるのが政治資金規正法の改正だ。岸田文雄首相は選択肢として否定しないと言及、規制強化や厳罰化などが検討対象となるが、そこで見逃してはならないのが外国人によるパーティー券の購入問題だ。外国人献金を禁じた規制法の抜け穴となっている疑いがある。自民党で無派閥の青山茂春参院議員71歳は裏金作りと並ぶ非常に深刻な問題で必ず法改正されなければならないと訴える。これなんです、まさにこれ、これこっちの方がよっぽど問題ですって。なんでこれをね何にも規制しないのかね、不思議でしょうがないですよね。でね、まあ多分ね今ね検察の法務省幹部と自民党の中で政治資金規正法を厳罰化するっていう話は多分できてると思います。でもそれは法律が改正されてからねきちっとやればいい話で、法律を変えるのは特捜部じゃないんでね、あくまでも国民であり国会であるんで、ちょっとそれはどうなんだろうっていうの、まあまあそれはいいや。茂木敏充幹事長は18日法改正について透明性が確保できるような措置を早急に検討しなければいけないと言及した。パーティー券購入の政治資金収支報告書への記載が必要となる20万円超の引き下げや厳罰化、パーティー券購入代金を全て銀行振込にする案などが上がるが、党内には賛否両論あり道筋は定まっていない。こっから後です。青山氏は2016年の参院選で初当選して現在2期目で、講演会などを持たず政治献金も受け取らず政治資金パーティーも一切開かないという完全無派閥だ。その大きな理由の一つが外国人による政治献金やパーティー券購入を警戒するためだと明かす。パーティー券を買った相手が後になって外国人や外国に関連が深い団体だったことが判明して、そのことを盾に政治家が水面下で脅されるなどの事例を知っている。規制法では政治や選挙への海外勢力からの関与を防ぐために外国人や外国人が過半数の株式を保有する会社、上場5年未満括弧閉じからの政治献金を禁じており、違反すれば3年以下の禁錮か50万以下の罰金、罪が確定すれば公民権停止の対象となる。だがパーティー券購入には国籍の制限などはない。青山氏は私が国会議員になってからそうしたパーティーに一度も出席したことがないが、政治記者時代に取材で実態は知っている。外国人がパーティー券を大量購入しているという話は年々増えている。国籍は様々だが中国が関与する例が多い。中国は経済面では日本頼みで資本投入を求めるためにパーティー券購入額も増えていた。今回の騒ぎで外国人によるパーティー券購入にも疑惑の目が向けられることは痛手のはずだと指摘する。ということで、まあ、この後にも続くんですけど、まあ、これはちょっと、長いんでやめときましょう。要はね、それだけじゃないんですよ。自民党のね、党員、これも外国人が入ってる可能性が結構あるんですよ。っていうのはね、自民党は、党員を日本人に限定してるんですが、きちんとね、これ、クリア、見てないんですよ。もう、まあまあ、めくら版に近い感じ。あ、めくらって言うといけないけど、まあまあ、もう本当に、なんて言うんでしょう、もう、あ、いいよ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 みたいな感じなんですよね。でこれはねやっぱり問題でね、これの方が僕はねはるかに問題だと思いますね。で海外の政治資金規制、アメリカイギリスなどでは外国からの政治献金を禁じている。米国には外国政府や外国勢力と関係を持つ代理人ロビイストに身分登録をさせる外国代理人登録法がある。また上下院議員から議員や政府高官は各種利益団体のロビイストから贈答品を受け取ることができず、在任期間と退任後の一定期間は自らもロビイストへの登録を禁じられている。福井県立大学の島田洋一名誉教授はこれらの規制により米連邦議会の議員は事実上外国人や外資系企業からの献金を受け取ることができない仕組みだ。議員や政党の資金集めパーティーにも外国人は参加できないと話す。中国の政治干渉を懸念するオーストラリアでは2018年に外国からの政治献金を禁止する改正選挙法を可決した。ニュージーランドも2019年匿名や外国からの政治献金の上限を50ニュージーランドドル過去4400円に
引き下げる法改正を行ったということなんです。だからね、これはね、本当にね、まあ、あるね、まあまあ、松下晋平さんですけど、参議院議員のね、自民党の、秘書の方をね、中国人の女性にして、その女性が、中国の、いわゆるに秘密警察機関と、付き合いがあった人だと、それ秋葉原に秘密警察があるっていうのが問題になりましたよね。そっちの方は全く問題にされずにですね、まあ松下さんは次の参議院選挙でも楽々当選してるわけですよ。これが日本の実態ですよ。で、確かにね、パーティー券のこの裏金作り、これはね、由々しき事態ですよ。だけれどもね、今まで例えばこれが政府だったものがある時から突然ね、ガーンと厳しくするっていうのは、これやっぱね、法の安定性とか予測可能性っていう、まあ、法律の用語では予測可能性って言うんですけど、予測可能性がね、なくなっちゃって、やっぱり危ないことですよ。つまり、これまでは刑事訴追されなかったのが、いやいや、今回は庶民の目が厳しいから、厳しくしますとかね。まあ、例えばね、一例挙げます。これで最後にしましょう。朝日新聞にこういうふうに書いてます。日大名誉教授政治学、岩井智明氏、こういうふうに言ってるんですよ。検察は金額の代償がポイントと言うだろうが、従前の基準では立件は数名になってしまう。国民からすれば年間100万円単位の少額ではなく、納得は得られない。検察も重い責務を負っている。って書いてます。ね。これがもう本当にポピュリズムだって言ってるんですよ。うん、金額の代償がポイントと言うだろうかって、いや、ポイントですよ。うん。従前の基準では立件は数名になってしまうって。いやいや、従前の基準じゃ厳しいから自民党だから基準を下げろとかね。立憲民主党だから基準を上げて立憲できないようにしようとかね。だからそんなことあったらおかしいでしょ。だからこれはもう岩井先生、これね、もう大学の先生とは申し訳ないけど思えない。もうありえないこと言ってるんですよ、この方は。でね。裏金作りの理由は自由に使える現金が欲しいということだろうか、政治資金は民主主義を動かす公の金であり、ルールが守れないなら政治家を辞めた方がいい。対症療法的な小手先の改革ではなく、会計責任者が有罪になれば議員が自動失職する連座制でも導入しない限り不正はやまないだろうというふうに書いてますけど、まあまあ連座制はいいにしてもね、僕は前々からずっと言ってるのは、その公民権停止が5年ですよね。これが公職選挙法とか政治資金規正法違反ではあるのに、なんで贈収賄罪でないのかなっていうのが、ちょっと本当にずっと不思議に思っていて、今回のね、これはね、やっぱり今までの基準をゴンと下げるような話なので、なんかけしからんけしからんって言って、わわわわ言ってるのも、なんかまあけしからんことはけしからんのですけれども、例えば何々代議士が5000万って言ったからって言って即罪になるわけではないので、リクルート事件の時はね、本当にリクルートがこういうふうにしてくださいなと言って未公開株を渡してるわけですから、もう悪質性が全然違うわけですよ。で、その時もまあ森喜朗さんなんかもその時受け取ってたんですよ。受け取ってたけど職務権限がなかったからセーフだったけれども、やっぱり危ない、かなり危ない、昔の方がね、そういう危ないことしてたんですよ。で、検察もね、やっぱりやることがなくなっちゃったから、これに今手突っ込んでるんですよ。でね、新聞テレビだけ見てるとね、そういうこと絶対言わないで検察の味方しちゃうんで、裏金、けしからん、けしからん、けしからんって言ってるけど、まあ、言ってみれば、ずーっと連綿と続いていて、周りの連中もやってたのに、どこでそれを線引くのかっていうのは、やっぱり難しい問題でね、しかもその裏金を、例えばそういう、なんていうんですか、プールして、ノルマが達成できなかった時のための資金に置いておくって言ったら、まあ、言ったら悪いですけど、まあ、賄賂を受け取ってね、まあ、私するほど悪質性はないので、まあまあ中にはね、全部裏金をなんかこういうのに使っちゃう人もまあいるかもしれませんけど、それでもいちいち多分調べられないでしょっていうこともあったりするんですよね。まあ今回のやつはね、まあ僕は立件されるべきだと思いますよ。ただこのままだと会計責任者だけが立件っていうことになりかねないので、で代議士最低一人とか言ってますけど、代議士一人って無理無理やったらね、これやっぱりそれはそれでね、問題になりますよ。基準ドーンと下げたりしたらね。それはね、やっぱり民主主義国家ではね、最低限守んなきゃいけないことですよ。ナチスだってそうでしょ。ある日突然法律を厳しくして、お前逮捕ってやったらね、例えば、まあ、道端でね、立ち小便してる、今までは逮捕しなかったけど、これから逮捕だってある日突然言われたら困るじゃないですか。
まあ、困らないっていう人もたくさんいらっしゃるでしょうけど、僕は困りますよ。やっぱりトツーってなった時にね、お前タッチ証明したことないのかって言われたら、一回もないとは僕も胸張っては言えませんからね。まあそういうことなんですよね、結局のところは。だからそれをちょっとあまりにもこのマスメディアが検察正義検察正義っていうのを前に出しすぎてですね、この微妙な時期に台湾総統選と選挙とある時にですね、今何全国から動員して検察官動員してそこまでやって連日一面トップでやるような話かなというのは僕は疑問に思います。今日のところは、このぐらいにして終わりたいと思います。皆さんはどう思いでしょうか。面白かったらぜひ、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。